とはあると思います。うん、いやね、今日これはこの言い方っていうのは非常にめちゃくちゃな言い方なんですよね。めちゃくちゃな言い方だから、正しいということを全く言うつもりはない、はい、正しいことを言うつもりはない、はい、だけどロジックとしてね、非常に面白いことを言ってるなというのを見たのは、昔軍人に辻正郎っていうのがいたんですよね、はいはいはい、でこの辻正郎っていうのは 私の出身の石川県から出てるんですけどね、彼がね書いてる本に、うん、日本は満州国であると書いてるんですよね。それはこれでね、いや なんだこれはと、すんだこれでね、ところがね、その満州国をどのように経営したかと、うんうんうん、ね、いうようなことで、軍の基本的な、ね、装備は日本軍からもらうとかね、一つ一つね、満州国経営のあり方というのを見ていくと、うん、日本と同じなんですよね。日米関係と同じなんですよ。あ、なるほどなるほど。じゃあ彼の言った日本はというのは戦前戦中の日本のことではなく戦後日本はということですか。そう、戦後日本、戦後日本のありようというのは、うんうん、ちょうど日本がね、その満州国経営をした時の、うん、日本と満州国の関係がね、今日のアメリカと日本の関係と同じであると。なるほど。いやあまりにね荒唐無稽な議論だと思ってね、一個だに しないようにしようと思ったんだけども、うん、ロジックを見てたらね全く同じなんだよね。びっくりしましたね。非常に思い切りすぎ良すぎて普通の人はぶっ飛んでしまう話だけれども、辻正信っていう人は旧法編が甚だしいというか、そう、まあ、むしろどっちかというと悪く言う人の方が多い。そうそう、ただなんか戦後において彼は参院かなんかで当選するわけですけど、参議院でトップでトップ選手なんですよ。そうなんですよ、ね、ものすごいなんだかインテリの間でものすごい批判される人物ですけど、大衆に人気のあった変な宣伝家だったというか、非常に面白い、うん、だから今も同じ、それも同じでね、日米関係は日米同盟は日満州国関係であると辻正信ですか現代の。いやいやいや、ところがね、いやそれはブレジンスキーだって日本の、日本という国は独立国じゃないと、アメリカっていう宗主国を持ってるね、もう一人前の国ではないということを、何も辻正信じゃなくてブレジンスキーが言ってるわけだから、ブレジンスキーっていうのはまあアメリカの現代におけるおそらくはキッシンジャーと並ぶ最大の戦略家ですよ。そういうことです。戦略専門家ですよね、はい、いやもう本国だと、日本はアメリカの本国だということを、うんうん、ブレジンスキーという、まあ、カーター政権のね、うんうん、安全、大統領安全保障の補佐官ということになって、うんうん、それで今度のオバマ政権で、外交の指南役ではないかと、うんうん、まあ、少なくとも選挙期間中はね、うん、そういう役割を果たした人間、うん、これが彼の本の中で日本は本国と、うんうん、でこれもね、多くの日本人はなバカなと、日本が本国だという話はあるかということを言うんだけれども、しかし論拠は安全保障を自分たちで自分で独り立ちできない国は本国だと言われたってしょうがないかもしれない。うん、そうですね。そして同時にその圧力を背景に、政治的に軍事面だけじゃなくて政治的に自己決定できないということですね。自己決定権という言葉がね、まあ、この頃例えば医療の世界で言われるようになってますけれども、国家とか民族にも自己決定権は当然あるわけで、その自己決定権を我々は奪われてると。で普段はそれはできるだけ薄々感じてても、まあ、見たくない現実ですし、見ないようにする、忘れていたい、アメリカはそんな悪い人じゃないかと思っていたい。ところが人って言ったらおかしいですね、アメリカというご主人様、我々にとってはそんな悪いご主人様ではないと思っていたい。ところがこういうふうに実際に政権交代し、沖縄の民意を汲み取った形で、その安全保障あるいはその同盟というものに亀裂を入れるほどもない、軍事上さしたる大きな影響が出ないはずの条件交渉といいますかね、そこの多少のこう見直しを提案しただけでですね、これだけ強い圧力がかかり、そして日本国内でそのご主人様の言うことを言いなりになる連中によって政権が吹っ飛んでしまうという現実を見ると、残念ながらそれはもう認めざるを得ないね。非常に面白いね、今ねおっしゃったのは、アメリカがこんなに悪い国ではないというね、ご主人様は悪い、いや実際にその通りなんですよね、うん、
結局ね、これ昔あのお話ししたかもしれませんけれども、うん、イタリアをね、イタリアをどのように運営するかっていう CIA の運営の仕方っていうのは、方針は出すけれども、そしてそれに対してお金であるとかね、人であるとか、そういうようなものを出すけれども、実際の行動がアメリカがやってるということは絶対に見えないようにしてると、ね、方針は出す、しかるべき人間にそれは出すけれども、実際決定し行動するのはイタリア人だって、こういうところあるわけですよね。それと同じように手を汚さないってことですね、アメリカは。そう、手を汚す役はイタリア人、イタリア人であると、うん、それと同じことがね、うん、もう日本の、うん、あの政治がその通りなんですよね、うん、結局米国が何をしてほしいかっていうのは、うん、もう誰が聞いても日本国民みんな知ってる、うん、ゲイツ国防長官が来て、うん、11月までにやれと、うん、こう言ったということはみんなが知ってる、うん、でその後のプロセスは、うん、そのアメリカの意を分かって実際の行動っていうのは日本人が処理をすると。だからね、あの米国はね、何にも悪いことしないんですよね、うん、私たちはこういう方向が望ましいっていうのは、これはそのデモクラシーであれば、うん、どの国だって言っていいわけだから、うんうん、問題はそれをその実現させるところっていうのが、うん、場合によったら内政干渉じゃないかということを言われるわけだけれども、うんうん、内政干渉もしてませんと、うんうん、してないんですよ、彼らは何もやってないんだから、うん、やってるのは日本人なんですから。要するにあの忖度政治ですよね。もう忖度という言葉はもう普通の人の口のにも乗るほど、うん、あの言葉がこんな言葉が広まりましたけ ど、 なるほど、それは忖度っていうのは、まあ、これは結局小沢さん の、 この権力の行使の仕方、あ、まあ、なるほど、ね、小沢さんの胸の内を周囲の忖度が押し量って忖度して得る、そういうありようというのが批判される、そういう文脈で忖度って、ね、なるほどなるほど、かなり使われるようになって、なるほど、みんながあの知るようになったわけですけど、まあ小沢さんの権力のね、小沢さんの腹の内を忖度するっていう程度は、まあ、ちっちゃな話ですよアメリカっていうね巨大な帝国の、ね、その意をおもんぱかって、そうで、アメリカがあの直接的な手を下さなくても日本のあらゆるエリート層が、うん、マシンが動き出してしまう。これ我々、僕のような人間全くノンエリートで、あの権力の内側に入ったことにちっともない人間ですから全くわからないんですけど、あの外務省のキャリアというですね、これは本当エリートの中のエリートです。そういう世界、あるいは官僚の中、こういう中に入っていると、米国との意を受け、米国にあるいは逆らって、こういうようなことが出世に響くとかですね、あるいは自分のその権力の行使にとって、マイナスになったりプラスになったりとか、それ要するにアメリカの意思をどう自分の行動や態度が反映させていくかっていう計算とか打算とかいうものがどれだけ影響を持つか、これはあのなかなか語られることはないんですけど、現実にまあ、外務省の中にいてですね、官僚で防衛省にいらっしゃって防衛大だったんですけど、実際どうなんですか。だからそれだからこそね、うん、私は今例えば下田さんを追っかけてるわけですよね、うん、下田さんであるとか外務省の中枢の人間の中に、うんうんうん、そのなんていうんですか、独立っていうかね、うんうん、ある程度の金利を持って、うんうん、あの日本の外交っていうのは当たるべきだと、うんうん、いうことを主張している人がメインストリームにいましたよと、ということは今いませんよということですよね、今はね